はいさーい、うちなーたくチャンネルです。今回は沖縄県那覇市にありますホテル GRG ホテル那覇東町の宿泊記をお伝えいたします。こちらは名前の通り那覇市内にありますホテルで、沖縄のモノレールゆいレールの朝日橋駅から徒歩約5分でアクセスすることができます。こちらは国際通りまでも歩いて約5分で行くことができまして、空港まではゆいレールやバスなどを使って約15分でアクセスすることができます。こちらシティホテルっぽい見た目をしているかと思いますが、実際はビジネスホテルとなっております。お部屋はこんな感じとなっております。シングルルームとなっております。部屋を入ってすぐ左側にはこんな感じで、ちょっと洋服などがかかっていて申し訳ないですが、ハンガーが3本あります。そして部屋を入って右側に、じゃあ洗面台兼手洗い浴室があります。机はこんな感じとなっております。机の椅子があるところの目の前に鏡があります。右側にテレビがあります。で、机の下にこんな感じで左側がヘアドライヤーが入った棚、そして右側に冷蔵庫があります。そして椅子はこんな感じとちょっと小さめとなっております。ちなみにヘアドライヤーと同じ棚の中にポットがあります。使った後となっているのでちょっと汚くなってしまっていて申し訳ないです。ドライヤーは本来はもっと綺麗に置かれております。で、こちらの棚の上にコップやあとティーバッグなんかがあります。ティーバッグはちょっと暗いですが煎茶となっております。そしてベッドはこんな感じでシングルベッドとなっております。枕は2つあります。枕はどちらも柔らかめとなっております。そしてベッドの上のところにティッシュとディセッシュがあります。こちらの下に電話やあと部屋の明かりをコントロールできるコントローラーがあります。そして洗面台や浴室もちょっと使った後なので申し訳ないですがご紹介いたします。浴室や洗面台は一般的なビジネスホテルのような作りとなっております。そしてもちろんアメニティも歯ブラシや歯磨き粉、ヘアブラシ、カミソリがあります。そしてシャンプーやコンディショナー、ボディーソープももちろん揃っております。そしてもちろんハンドソープ兼顔を洗う石鹸もあります。そしてこんな感じで寝巻きも用意がされております。部屋着は上下しっかり揃っております。そして改めまして今回泊まっているホテルは GRG ホテル那覇東町になります。こちらはゆいレールの朝日橋駅の近くにありまして、徒歩圏内で県庁前や国際通り、デパート龍坊など結構那覇市の中心地にあるホテルとなっております。そして今回はじゃらんで予約をしました。当初のお値段は5000円となっておりましたが、じゃらんのクーポンが適用されて今回は1泊4500円で宿泊ができております。そして今回は朝食付きプランとなっております。朝食がついて4500円はなかなかリーズナブルなのかなと思っております。そしてこちらのホテルの館内の設備についてご紹介をいたします。まずチェックインとチェックアウトの時間ですが、こちらにも記入されている通りチェックインは15時から、チェックアウトは10時までとなっております。まあ、ただ一部プランによっては11時にチェックアウトをすることもできます。実際私の今回のプランも11時までにチェックアウトをすれば大丈夫なプランとなっております。そして朝食の時間は朝の6時半から9時半までとなっております。会場は1階にあります。朝食付きプランの場合はこんな感じで朝食券がありますので、会場に行く際には忘れないようにしてください。
そして無料の貸し出し品もあるようで、加湿器、空気清浄機、ズボンプレッサー、アイロン、車椅子を無料で貸し出しているようです。そして駐車場が1泊1000円となっているようで、そのうちコインパーキングが10台、立体駐車場が28台止めることができるようです。こちらのホテルの鍵はカードタイプの鍵となっております。そして2階に自動販売機、製氷機、1階にウォーターサーバー、物販コーナー、そして2階にコインランドリーがあります。洗濯機は1階30分400円で使えるようで、乾燥機は1回10分100円で使えるようです。そしてちなみに部屋にある時計はこんな感じで、ちょっとおしゃれな感じの時計となっております。こちらライトにもなっているようで、こちら時計の下のところにあるボタンを押せばこんな感じでライトがつきます。ちなみに押すというよりかはちょっと触るだけでこんな感じで明るさを調節できるようです。朝食会場はこんな感じとなっております。そして朝食の種類はサラダ、シリアル食品、ゆで卵、おにぎり、パンとちょっと少なめな感じとなっておりました。おにぎりは2種類、パンは7から8種類あります。ちなみにこちら赤いのはハイビスカスジャムとなっております。お部屋からの眺めはこんな感じとなっております。今回エレベーターがある側の部屋に泊まっているので、エレベーターがある側の部屋からの眺めはだいたいこんな感じとなっているかと思います。じゃあ目の前に映っているのはおそらくマンションかと思います。マンションもこちらのホテルと同じくらいの高さかと思いますので、エレベーターがある側の部屋はどの階もこんな感じの眺めとなっているかと思います。はい、というわけでここまで GRG ホテル那覇東町をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。朝食の種類がちょっと少なかったのが残念ではありましたが、その分料金が安く、そして安い料金とは思えないほどの快適なお部屋に泊まることができましたので満足です。また那覇市の中心部にありますので、空港や各観光地へのアクセスも良く、観光の拠点にしやすいのかなと思いますので、ぜひ泊まってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。